はい、こんにちは、トクセンちゃんです。今回はポンデケージョのレシピになります。このレシピは仲良くしていただいてる Eat the World さん、発音悪いかな、彼女は世界を股にかけてるプロの料理人ですからね。今回はその彼女のレシピを参考に作らせていただきました。材料はこちらですね。で、今回は彼女の作った分量の半分で作ってみました。実はこれ2回目で、最初に作ったの失敗したんですけどね。てなわけで作っていきましょう。まずパルミジャーノレチャーノですね、これを 50g すりおろしてやります。続いてモッツァレラチーズですね、まあ、今回 110g ありましたが、こちらを細かく切ってやります。続いて卵ですね、溶きほぐして今回分量は半分しか使いません。そしたら牛乳ですね、 100cc 鍋に入れて中火にします。続いてバターですね、今回普通のバター使ってます。これ 15g ですね。で、これを一旦沸騰させるようですね。で、一旦沸騰させたところでタピオカ粉ですね、こいつを入れてよく混ぜるそうですね。 ETW さんのところではカップで計量してたんですが、まあ私カップでの計量ってあんまり慣れてないんで、ちょっと測ってみたらだいたい 60g ちょいぐらいでしたね。で、ここでよく混ぜてやらないとかなりダマになりますんで、よく混ぜてやりましょう。で、今回タピオカ粉を使ってますが、普通は薄力粉を使うらしいですね。で、今回グルテンフリーっていうのをね、名目に作ってるみたいなんで、ちょっとそれを真似してみました。なので小麦粉アレルギーをお持ちの方なんか結構いらっしゃいますんで、そういう方でも安心して食べられる食べ物になりますね。まあ実際私の妻のお友達にも小麦粉アレルギーの方いらっしゃいますんでね。で、ここで先ほど削ったパルミジャーノレッジャーノですね、入れてやります。それと先ほど刻んどいたモッツァレラチーズ、こいつを入れてやりますね。言いづらいよね、モッツァレラで。今回フレッシュモッツァレラチーズを使ってるんですが、 ETW さんのところで使ってたのはなんかちょっと違うような気がするんですよね。日本で売ってるのとアメリカで売ってるのってやっぱりちょっと違うんでしょうかね。続いて塩ですね、小さじ1杯ぐらい。それと溶き卵ですね、これは半分ぐらいですね。で、最初火加減わからなかったんで、余熱で、火を止めて余熱で混ぜてたんですが、全然混ざらないんでちょっと弱火にしてみました。弱火にかけて混ぜてやったらチーズが溶けてね、よく混ざるようになったんで、多分弱火でいいんだと思います。で、全ての材料を入れて練っていって、時間にして3分ぐらいですかね。するとだんだんこういう風になってきますんで、これで種は出来上がりって感じにしました。で、残ってる粒がチーズなのかタピオカの混ぜ足りないのかちょっとよく分かんなかったんですが、このぐらいにしときました。初めて作るものって結構勝手が分からないんで難しいですよね。そしたら天板にクッキングシートを乗せて、その上にスプーンなんかでね、出来上がった生地を乗せていきます。で、今回6個分なんで6等分にしました。この間にオーブンですね、180度で予熱しときます。スプーンなんですが、あらかじめ軽く水に濡らしとくとくっつかなくてやりやすかったですね。まあこんな感じで6等分にできればいいんじゃないでしょうかね。あとはオーブンに入れて20分から25分ぐらいですね、焼き上げるだけです。
で焼き上がったのがこちらになります。ちょっと潰れちゃったんですけどね、生地がちょっと柔らかかったのかなと思います。実はこれを作る前に作ったのがこちらになるんですが、こっちの方がね、見た目は綺麗なんですけど、こちらはね、モッツァレラの分量を間違えて半分にしちゃったんで、ちょっと固めに出来上がってます。見た目は断然こっちの方がね、綺麗なんですけどね。で、こちらは後から焼いた方ですね。若干ね、膨らみが足りなかったんですが、まああと何回か作ればうまくできるんじゃないかと思います。で、作ってすぐに味見してみたんですが、まあたまにね、日本でもポンデケージョって売ってるんですけども、そんなのとは次元がちょっと違いました。めちゃくちゃうまかった。で、普通こっちで売ってるのって、まあ いわばパンですよね。あんな感じなんですが、まあこれはね、チーズの塊、私のようなチーズ好きにはたまらない食べ物でしたね。 ETW さん、美味しいレシピをありがとうございました。また作ってみたいと思います。